在の証拠。はい、今回は実験操作ではなくて教材の紹介です。これは電気回路を学ばせるため の、 実験工作 の、 完成品なんですけども、ボタン電池でここに接点がありましてね、 LED が光って回路が全体が俯瞰できるというそういう教材になってます。でここ の、 実はこの茶色っぽい導線の部分なんですけど、これが実は銅箔テープといいましてね、ナリカという教材会社で出している教材なんですけども、これがテープになってましてね、この必要な長さを切ってこの剥がすとですね、この粘着面が出てくるんで、プルフ通には自由にですね貼りたいところにこう紙なんかにこう貼れるわけですね。でなおここの裏側のこの黒い粘着部分も導電線があって、これ電気が通るんですね。ですからこうやってくっつけてもこう電気が流れるようになるという、そういう優れものです。でこのテープを使うとですね、通常このリード線でこうごちゃごちゃとこうつなぐよりはですね、こう全体のこうつながりがよくわかるんですね。ここが並列だとか直列だとかですね、そういったメリットがあります。でそれからこのボタン電池もこう平面ですので、こう工作用紙にこう回路全体にこの LED のこう並び方ですとか、何がどういうふうにつながっているかが分かりやすいという、そういうメリットがあります。場合によってはですね、壁にこう貼ったり、黒板とか壁に貼ったりとか、ノートに挟ん、ノートのちょっと出張ってるとこありますけど、収納がしやすいと、スペース取らないので収納しやすいっていうメリットがありますね。暗くするとこんな感じですか。暗くすると光る教材って結構人気があってですね、魅力的ですよね。はい、銅箔テープを使った教材の紹介でした。回路を作るとき、電池を使うときもですね、普通のこう単三電池を LED を光らせる場合に2つぐらい必要ですので、場所取っちゃったりするわけですけども、こんなふうにして銅箔テープでここ接点を作ったりすると、薄いボタン電池で、そこで電池機能を果たすと、そういった工夫ができるということになります。もちろんテスターでそれぞれのですね、流れている電気電流を測ったりとか、端子電圧を測ったりなんかして、学習の効果も高まるということが期待できます。